昆虫の中で色や模様ということだけをこう例にとってみると、一番こう多様性に富んでいるというのは多分、蝶々の仲間なんではないかなというふうに思います。蝶々はですね、大きな羽に鱗粉というそういう粉というかですね、毛みたいなものついてるんですけども、そこに色をつけることができるという、特殊な能力がこうあるからなんですね。で、大きな羽を飛ぶためだけでなく、自分はなんとか蝶だよということを見せるためにこう色や模様、いろんなものをこう考えついて、長い間かけてこう進化してきたんじゃないかなというふうに思います。蝶の中で最も綺麗と言われているのは、南米に住むモルフォ蝶です。このモルフォ蝶はですね、モルフォブルーっていうんですけど、輝くものすごく美しいこう羽を持っているんですね。この色はですね、とても不思議な色で、本当の色ではありません。構造色といって、光がですね、蝶の羽の中でですね、こう乱反射して、そこで解析や干渉というそういうことを経てですね、できるこう幻の色なんですね。ですから蝶の羽をこう擦ってしまうとですね、下からではネズミ色のこう羽が出てくる、こんな不思議な蝶です。それから、羽の裏に数字が書いてある裏文字縦羽なんていうのもいますね。89とか88とか読める模様が書いたんですね。こんな不思議な模様を、持つ蝶も、南米のジャングルにはこう住んでいたりします。こんな